うん、でどういうとこ行きたいですか、そのなんか理想あるじゃないですか、ドライブでやっぱり、うんうんうん、理想は、うん、あの最初はあんまり遠いとこ行きたくないんですよ、はい、なんかその渋滞になったり、はい、時間がかかってたらもう会話持たない。いや、あんたずっと喋ってるでしょ。いや意外と私ね、好きな人とかの前ではちょっとダメ。え、何々したのとか言うとするじゃないですか、うん、でそうだよとか言ったら、うん、ああで終わるんですよ。本当にそうなの。続かないじゃん会話。え、緊張して、それはやっぱりその意中の人とかだと。そう、うん、私でも最近ちょっといいなと思う人いたんですよ。え、それは一般の方ですか。そう、ちょっと一般。ちょいパン。ちょいパン。ちょいパンなんですけど、なんかみんなでご飯とか食べてた時に、うん、そこにいた女の子に、うん、私この人のこと気になってんだけど絶対バレたくないから言わないでねって言って、アミちゃんが言ったの。はい、うん、女の子だけに言ったんですよ、うん、なのにそのご飯終わった後に、いや、あそこにいた人全員アミが気になってんの気づいてたぐらい顔とか言葉に出てたよって言われて、私から言わないでねって言ったのに、私もへーとか言っちゃってすぐバレちゃうんですよ。だからもう嫌い、その人。いや、その人嫌いって。意外に乙女なんですよね、私って。本当に。じゃあちょっと急に遠出じゃなくて、まあ、ちょっと最初はこう、うん、本当に近場でこういろんなスポット行きながら、本当にあの、はい、都内、横浜も遠い、ちょっと正直本当に都内って、うん、なるほど。渋谷からまずはそういうところで、ね、渋谷から代々木車別にいらないですよね。今回はすごいんですね。すっごいいっぱいいますね、うん。この番組の取材費はガールズ競輪の配当金で賄われる。今回予想するのは12月9日から11日まで小倉競輪場で開催するオールガールズシリーズ。どう予想する？あの42人ものガールズ競輪の選手が集まってレースするんですよ、うん、これはちょっと今回すっごい難しいと思うんですけど、うん、尾崎睦美選手とあと金田博代選手ってもともとビーチバレーで日本一だった方が、まあ、競輪に行ったんですけど、うん、で初めて競輪選手としてバンクの中で戦う注目のレースなんですよ。あと小林莉子選手と小林優香選手、うん、はい、うん、あと山原さくら選手は、うん、年末のグランプリに出場して、はい、まあ、結構強い選手なので、なるほど、今回も期待できそうですね。注目か、はい、はあ、あの中村ゆかり選手と、うん、あと高木真希美選手、真希美、はい、真希美ちゃんと私会ったことあるんですけど、うん、グランプリには出ないけど、うん、その次に強い選手で、なるほど、結構安定してるので、うん、注目です。若い、勢いがありますか、ね、勢いあります、うん、可愛いし、うん、長澤彩選手、はい、三輪篠選手、うん、田中舞選手は、はい、あの2着3着が今まで多いんですよ、統計的に。なるほど。なのでちょっと2着狙いというか2着狙いでいきたいなと、うん、なるほどね、はい、いう感じですね。詳しいな、みちゃん。だいぶ最近すごいやってるんで ね、 ね。あと松尾友香選手、はい、武井文香選手、うん、杉沢恵子選手、ほう、高橋理香選手は、ほうほうほう、この4人はちょっと今大会、うん、ダークホースに。あ、そう、はい、じゃあちょっと見逃せないですね。波乱が起きそうな感じですね。起きそうな、はい、うん、頑張っていただきたいです、うん、はい、ということで皆さんもぜひ予想してみてください。